さあ始まりました、劇団肋骨未完同好会劇団員でお送りする YouTube 配信アバラジオ、今回お送りするのは、私藤本由紀と水口孝之と小島のぞみです。よろしくお願いします。お願いします。前回と変わらずのメンバーということなんですが、今回はゲストがいないという感じで、そうですね、3名でお送りします。はい、お願いします。お願いします。変わらずですね、これはいつ公開されるのかちょっとふわっとしてるんですけれども、でも今日はあれですね、小屋入りの日、イエーイ。何の小屋入り、塔を建てるの小屋入りです。やったね、やったね。新宿眼科画廊地下スペース地下でスペース地下からお送りしております。はい、はい、9月16日土曜日から、9月19日火曜日まで、二演目上演する塔を建てるですね。はい、まあ小屋入りということでお互いのチームの投手を見たりとか、うん、まあ追加で、前回の、YouTube、アバラジオの、配信以降に公開された情報もあったりするので、その辺について話していきたいと思います。うん、はい。まあ先にじゃああれですかね。公開された情報についてとかですかね。うん、何だ、何の情報が来ましたっけ。いやもう手前味噌ですけど、はい、なんと言っても清田東也でしょ。ああ、はい、いや来ましたよ。私たちね、言いたくて言いたくて仕方なかったんです。清田東也の話だよって、ね、うん、はい、清田東也知ってますか皆さんまあバラジオ、あバラジオつうか肋骨作品ご存知の方とかはね、うん、結構知ってる方多いかもしれないですけどね、うんうん、ね、あの田亀市の方でね、うん、あの出身、田亀市の方の出身の方で文学賞の名前とかにもなっているね、うん、大変こうご立派な、うん、はい、はい、今塚でございますよ、静塚さんなんでございますけども、はい、ね、今目の前に、うん、ご立派な方がいらっしゃってますけどね、はい、ご立派な方がね、はい、うん、そうなんです。あのね、実はその肋骨作品の中で清田東也という名前が話題に出ることはあったんですけれども、うんうん、まあ、藤田さんの作品だったり高見氏を舞台にした別の団体の作品とかで清田東也の名前は出てきているんですけれども、実は本体が出てくるのは今回が初めてということですね。まあそうですね。なんか、話によると、日本のラジオさんの公演の中で清田東也の幽霊に取り憑かれるというシーンはあったりするようなんですけれども、あの時は幽霊なので本体ではないということで、うん、はい、生身の人間として生きている清田は今回初めてです。そして私、水口貴之が演じることになりました。もうどうすか、いやー、重責も重責よびっくりしましたもん、なんか、うん、そう、まあね、藤田さんから作品の台本出筆の最中とかにあって、ちょっと今回清田東也の話書こうと思うんだよねっていうのを聞いて、ああそうなんですね、面白そうですねぐらいのことを言ってたんですけど、うん、まあチーム分けがね、私と藤本くんが男性ゲストではその2人しかいないということで、で、はい、清田東也は男性なので、まあおそらくどっちかがやるんだろうなと思ってたんですが、うん、あれよあれよという間に気づいたら清田東也、水口孝之くんでということになり、はあ、はい、と、素晴らしいことですね、うん、そう、あのちょっと前提情報を説明し忘れてたなっていう感じなんですけど、あ、今回、象牙の塔を頑張ったがダメという作品が、第1の塔第2の塔とあって、象牙の塔が第2の塔なんですよね、はい、で、あるいは現代のフランケンシュタインという、ほとんど軽装作品が、うん、第1の塔として上演されまして、うん、その、頑張ったがダメの方には、劇団員からは私の、私藤本由紀と、まあ、清田東也役の水口さん、それと客演の方、杉田望さん、寺園、あー下の名前が急に飛んでしまった、寺園七海さん失礼しました、寺園七海さんと、あと横室亜紀さんの計5人でお送りするのが、象牙の塔ですね、はい、はい、フランケンシュタインの方は、はい、はい、出演者ですか、はい、フランケンシュタインの方は私小島のぞみと、あと劇団員から島谷よしえ、劇団員は以上2名ですね、うん、あと客員さんに、志賀幸太郎さんと吉成豊さんと、うん、よりのおりさんの
3名に出ていただいております。というわけでそれぞれね、うん、5人ずつの出演者の作品なんですけど、うんうんうん、でもあの人物紹介のツイートのところに、はい、あの架空の、うんうん、あフランケンシュタインの話ですね、はい、はいはいはい ありましたね。架空のなんか文字化けしてて全然見えなかった、うんね、あなんか書いてありましたね、うん、不在のアイドルさん、はいはい、ね、一体どういうことなのかっつって、うんねうん、ちょっとね気になっちゃいますね。気になっちゃいますね、うんうん、え清田トウヤの話すごい中途半端じゃなかった大丈夫。ああ確かにそっか戻るか、はい、すいませんいやすいません。でもねちょっとねあの今日朝から我々普段そんな時間から動いてないぞって時間から結構やってて今ね割と夜の時間帯になってきていてだいぶね頭が生きてない、あの、ね、結構ヘトヘトですね、はい、の中で撮ってるのでちょっとなんかお聞き苦しいというか内容的にお聞き苦しい点が多いかもしれないですがそのあたりをご了承いただけると楽しく、ね、聞いていただけると、ゆるい気持ちで、はい、お聞きいただけるとね、はははぐらいでね、聞いていただけると嬉しいですが、そうですね、はい、キュートの話か、まあでもね、今回ね、そう、あの、まあ、ちょっと、昔の話というか、うん、あの古式上でも出ていたと思うんですけど1947年まあね太平洋戦争終わった直後くらいの戦後の日本ということになりますので、うん、まあ寺園さんと、うん、寺園さん演じる米と、うん、私清田の方は和装でやらせていただいておりまして、うんね、そこのあたりの所作ことだったりというか、うん、着こなしとかも難しいなというのは、いやそう前回の放送の時に衣装にこだわってますよって話したじゃないですか、うん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 、いや皆さんビジュアル見ましたツイッターで公開させていただいておりますね、本の登場人物 あの写真なんですけど、うん、もうそこにねこうもうキャラクターとしての衣装を着た状態の写真がね、うん、バーンと発表されてるんですけど、うん、最高じゃないですか？何あれ？いやでもね私もそれは、ま、そのままあのフランケンシュタインの皆さんにもお伝えしたい。嬉しい。全員めちゃくちゃいいよ。だから本当今回ね10人のずらっと並んだの見た時になんかなんていいメンバーが揃ってるんだ、なんでこんなビジュアルがいいんだ、何これかわいい好きあーみたいになっちゃうというね、ちょっと、うん、一出演者なのにオタクみたいな気持ちになっちゃったなというところでございます。オタクが大歓喜ポイントなんですけど、客席が本当に近い。マジで近い。ねうん、あのその投資、お互いの投資を見たっていう話を最初にしたんですけど、うんうん、まあ見て、うんうん、こんな近いのかと、やってても思ったし、見てても思いました、うんうん。見てた時の方が思ったかもしれない。そうですね。見てる最中、やっぱりなんかやってる時は、ああ、このぐらいかなみたいなのは思いますけど、でいざ見てみるとこんな近いところにこの勢いで来るかみたいなことがね、うん、結構あって、ね、あの島屋さんなんかのけぞってるところありましたもんねあの島屋さんがお客さんとして見てるときにね、うん、わこんなに近いんだっていう、ねうん、ちょっとびっくりしちゃってるシーンがあったぐらい、うん、ちょっとね結構、うん、ちょっと席によって本当にびっくりするかもしれないからちょっとねちょっと気持ち覚悟してもらってね、あと一応発表してもいいのかな、その、うんうん、の一面の舞台ではないんですよね、今回 ね、うん、あの役者をこう、まあ、なんていうの囲んでるような感じでお客様にはご覧いただくので、うんうん、結構席によって見え方が変わってくる、うん、どっちの作品も作りになってるんですけど、うんすね、だからその分本当近い人は本当に近いし、うんうん、すごいすごいですよ、本当にすごい、うんうん、結構どっからもまず近いですしね、そうですね、うん、みんな近い本当に、うん、その中でもちょっと群を抜いてるところがあったりするけれども、まあまあまあみたいな、まあ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 、でも本当にその上下の塔の方は、うん、まあ本当静かなね、うん、静かなのかしら、まあ、会話劇なんですけど、うん、だから本当にそういうなんていうの細やかな表情の変化みたいなのが本当に近くで見られるので、うん、すごいいいなと面白いなと思いました見てて、うんうん、なんか本当に何だろう、その場にね一緒に入って見てるような感覚になっていただけるんじゃないかなと思うので、なんかねその登場人物たちのなんか機微みたいなところをすごくなんか嫌というほど味わえるんじゃないかなと思います。なんか結構
あの目線が近いんですよね、役者さんと。だからそうそう、なんかそのね、本当それこそ言われてるみたいな感覚になることもあるし、うんうんうん、そうそう、なんか本当にその世界にいる感じがすごいなって思いました。うん、うん、ぜひ楽しんでいただきたいですね。造形のショーの方は ね、あのチケット完売している回もすごく増えておりまして、うん、ありがたいことにね。ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、まだまだお席ありますので、はい、ぜひご予定あります方はね、はい、見に来てください。お願いします。はい、よろしくお願いします。フランケンシュタインの方はどうでした？可愛かった。すごい。可愛い。可愛いよね。で、あと何でしょう。やっぱり、ね、あの前回のね時もお話で出たと思うんですけど、そのまあ前回のアバラジオの中でもお話で出たと思うんですけど。うん、フランケンシュタイン組の方がね、あの年齢層が少し上めというか、平均年齢、平均年齢がね、ちょっと高めの、うん、キャスト陣でお送りしてるんですけれども、そうですね、大人たちでお送りしてます。その大人たちが全力で動き回って、うん、なんかエモーショナルな、ね、ことをいっぱいやってて、なんかもうそれだけでなんか泣けてきちゃうんですよね。それいい役だ、ね、いいことんですいいんです。そうだからで、ね、なんかやっぱりなんて言うんでしょう、少しなんか懐かしいことを思い出したりとかもしますし、うん、なんかね、きっとなんか自分の記憶の中にあるものを呼び起こされるような人も結構いるんじゃないのかなっていうのも思って、うんうん、そう、なんかそこのところを一緒に見守っていただけたらきっと楽しいだろうなっていうのは思いましたし、うん、はい、うん、いやもう本当皆さんみんな合っててその役に、うん、最高だなって思いましたね。もうのぞさんもね、それこそ これまでに肋骨に入団してからやったお役の集大成みたいなね、そうですね、そう、はい、役をやってて集大成にして飛び抜けてますよね。ね、本当に、そんなことしちゃうんだみたいなこととかね。本当に発表されてるんですけど、私の役名吉田カッコ仮ですから ね、どういうことだよと。名前にねカッコ仮ってなかなかつかないですよね。はい、ね、そう、お名前の時点からなんだこいつっていうね、うん、思わせる不思議な人をやらせていただいております、うんうん、結構物語全体を動かしながらね。そうですよ ね、うん、そうなのかしら、うん、どうなのかしら。藤本くんはなんか見てて、ここ面白かったなとか、なんかそういうのありますか？そうですね、なんかそうだな、よりのさんのね、可愛さね、うん、うん、なんかかっこよさとね、うん、なんかなんだろう、背負ってるなんか哀愁みたいなものとか、うん、となんか途中で変化があったりするじゃないですか、うんうんうん、っていうところとか、なんかその細かいつどつどの楽しめるところと、あとそうだな、あと島屋さんのねメイド服似合いますね、髪型とかも相まってすごいなんか早急と、うん、かわいいよね、あれね、マジ生で見てほしいですね、うん、本当に素敵ですね、素敵ですね。いや、二人のことは本当にね、味わっていただきたいですね。うん、なんかさ、うんうん、結構ほとんど軽装作品って、うん、なんていうのかな、うん、結構そのキャラクターとして個性が強い人が出てくることが多いじゃないですか。今回フランケンシュタインも割とそうなんだけど、うん、でもなんかみんないそうじゃない、うん、そうですね、そう、すごいなんか親近感が湧くというか、うんうん、すごくポップなんですよ、作品もポップだし、うん、キャラクターもポップなんだけど、うんうん、あ、でもこういう人いるよなみたいなのを思わせるキャラクターだったりとか、うん、怒ることもね、うん、なんかそう、さっき水口さんかな言ってくれたけど、うんうん、なんか懐かしくなるような、うんうん、ものを感じられる、なんか本当ぜひ頑張って生きてる大人に見てほしいなっていう作品だなって思いますね。そうですね、うん、そう、本当ね、いそうだなって思うののナンバーワンは吉成さん、志賀さんの2人ですね。あの2人可愛いでしょ、ね、本当に可愛い。最高なんですよ、ね、本当に。そう、不思議なね、うん、T シャツもね、はい、着てますけれども、T シャツはね、もうね、そう、
もうこだわりにこだわって作ってましたので、はい、あれがまた似合ってるよね。うん、そう本当になんかああ着てそうだなというのがすごく合っていて、うんうんうん、なんか見ていてね、はい、楽しくなっちゃうなというのもあって。ぜひぜひフランケンシュタインの方もね、うん、そういう意味でもいろんな楽しみ方ができる作品になったんじゃないかなって思うので、うんうん、ね、フランケンシュタインの方も一応完売の回もね出てきましたね。はい、ありがとうございます。こちらもねまだまだお席ありますので、うん、はい、ぜひぜひ見に来てください。はいはい、大丈夫、それとも元気？元気です。元気です、元気です。なんかね、そう、ダメですね。いや、ダメとかじゃないよ。じゃないけど。はい。そう、あ、でも、そう、あの、一個思ったのは、うん、そう、フランケンシュタインのところだと、とにかく、みんな、ガンガン動くなというのは、やっぱ、そう、ね、思いましたね。なんか、造形の塔がかなりね、そう、はい、さっきもお話出ましたけど、静かで、しっとりと、まあ、やるところが多い分、逆にすごくなんかパンパンすごいいろんなことが起こったりとか、うん、冒頭10分のね、はい、あんなこんなことしちゃうんだみたいなのが今ねちょっとねあの音声だからこそわからないようにあえてやりましたけど、はい、あんなことがこんなことが、ね、起こるだなんて、ね、やっててそうびっくりですよね、うん、なんかねああいうなんかシーンとかは割と最近のねここ数年の肋骨だとああいうシーンあんま見たことないかもみたいなのがね見れるのかなと思いますし、うん、なんかそういい意味でなのかな、肋骨っぽくないよね、うんうん、そうですね、うんうん、でもなんかふとした瞬間の、ね、いろいろはやっぱ肋骨だねっていうところもね、うんうん、もちろんいっぱいあって、はい、面白いじゃないかなって思います、うんうんね、なんかこういう面もあるんだろう肋骨ってって思ってもらえるんじゃないかなって。そうそうそう、うん、なんかでもやっぱね通底するなんかその根底にある部分はちゃんとやっぱ肋骨の風味みたいなのはちゃんとあると思うので、うんうん、なんかそうねあのほとんど警察作品見たことないけどどんな感じかなと思っている方にもあのぜひ見ていただきたい一作ですよね、うんうんどうなんだろう、難しいのかな。いや、なんだろう。どうでした、どうでした、藤本君。なんかし、なんだろう。思想っていうか、なんかあの言葉すごい出てくるの難しいですね、これなんか。なんて言ったらいいのかが。うん、なんか、思慮深い感じというか、ちょっと哲学的な感じの人が、うんうんうん書いたんだろうなみたいな あの言葉のところが結構多いイメージなんですけど、うん、あのほとんどケース作品ってあ、はいはいはい、あの従来のね従来の、うんはいはい、なんかでもその感じもありつつ、うん、あのまあさちょっと話も出てます何度も出てますけどなんかそのすごいポップになってるところがあって、うん、なんかなんだろうななんかいやマジで説明難しいんですけど、うん、なんかさモチーフがそのさっきお話に出たけどあと不在のアイドルが出てくるらしいじゃないですか、うんうん、どうやら、はいはいはい、アイドルっていう存在がすごいやっぱ身近じゃない私たち、うんうんそうですね、だからなんかスッと入りやすい部分もあるのかなっていうのはちょっと思ったかも、うんうんうんなんかねソーセージ工場とかあんま分かんないじゃん、まあ、確かにそうですねあれはね、うん、そうなのかなみたいな感じでしたけどアイドル文化とかねそれこそなんか、うん、いろいろな話題とかはあのね多分皆さんも見ててあああるよねっていう風に思っていただけるところからね始まっていく感じはあると思うのでうん、うんうん、ねそうですねうん面白いと思うよ、うん、なんか怒ってること一個一個はすごいなんていうか具体的だからなんか全然なんかその場その場見るのになんか大変みたいなことは全然ないと思います、ねうん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 、本当に、うん、結構そう気楽な気持ちでねそうですねねあのね、うんうん、あれでしょなんか、はい、そのお互いの投資を見合うっていう日があったんですけど、はいはいはいうん先にフランケンシュタインの方をやって、うん、後から造形をやったんですけど、うんうん、フランケンシュタイン見た造形の人たちがどんな気持ちでやっていいか分かんなくなっちゃったってそうですねなんかもうやっぱり
本当にテイストが全然違ったので、うん、ね、すごいこの日本だってよくやるな肋骨未完同好会って思っちゃいました。いや藤田大成すげえと思ったね、うん、本当ね、はい、おぉいたよ、いましたね、小やりしてるんだからそれはいるよそういや情緒どうなってんだよって、そう、うん、壊れてるんだよ、もう逆に壊れちゃってるんですよそうなんかね、それこそ稽古期間中にね、そう、あの両方の稽古を1日にやる日とかがあったんですけど、その日とかやっぱ気圧差が大変でみたいな話をしていて、うん、気圧と思ったんですけど、確かに気圧差の話というか、うん、この日本だって気圧差激しいなと思いましたね。全然違うよ ね、まあ、でもある意味バランス取れてるのかもしれないですけど、高気圧と低気圧って感じだよね。そうそうそう、温度とかじゃないですもんね、うん、温度とかじゃない、温度じゃないですね、うん、だからね、なんだろう、晴れた、カラッとした晴れた日の次にね、翌日台風来ちゃったみたいな、そういう例えとして合ってんのかな、分かんないですけど、ギャップはそれぐらいあるかも ね、うん、1日でね、見てどんな気持ちになったかを聞きたいよ、ね、そうですねぜひそうやっぱ聞きたいなと思いますね。やはり我々はね、片方ずつしか見れてないの で、ね、両方お客さんの視点で見ていただいた時に、うん、いかにいかなる事象が起こるのか、その人の中に、楽しみです。なので、うん、ぜひ感想を聞かせていただきたいなって思いますね、うん、ぜひぜひ、うん、本当にチームが複数あるっていうのもね、結構久々ですしね。そうですね、うん、確かにダブルダブルチョコレートパイ以来とかになるのかですね。そう、やっぱ田上北丹州みたいに、ね、まあ、そう、いろんな方たちを集めてっていうのだと1年ぶりですけど、まあ、やっぱり完全に別の作品、一応さ、うん、その WWW の時は、うん、1個の作品だったじゃん、あれ。あ、まあまあまあ確かに、うん、両方見てみたいな、うん、もちろん片方でも楽しんでいただけるんですけど、うん、っていう感じだったけど、うん、ね、今回本当に独立した作品2つなの、うん、本当にレアですよね。そうですね、確かに、うんうん、それこそあれですか、この眼科があるスペース地下を以前使ったミーツクラシックのアンゴ二編とか、そうかも、そうかも、ね、あれも一応ね、チル二本と白地の二本立てってことですよね。二本立てとかね、別の作品を上演してたんですけど、うん、そうか、戻ってきたんだって感じです ね、 戻ってきたんだ。その時のぞさん出られてたんでしたっけ。出てました。わあ、懐かしい、はい、6年前、そんなに経つんですか。多分そうですよね、2017年とかじゃないですか。そう、うん、そう、やっぱそうですね、俺入る前だもん。そうですよね、そうか、そうか、懐かしいな、私アヒルだったんです。アヒル、アヒルの役でした、うん、アヒルの役でした。全員、まあ、1人を除いて全員動物役だった、うん、ああ。うん、一人は人の役だった。一人は人の役。豚、犬、鶏、アヒル、人間っていう役。難しいですね。なるほど、なるほど。どうですか、なんか言っておきたいことあります？あ、でも、とりあえず今回はね、配信がちょっと用意がないので、うんうん、ぜひ劇場で見ていただきたいというのが、まずは。そうなんですよ、その、うん、ごめんなさい、話取っちゃって、席が近いって話最初にしたじゃないですか、うんうんうん、そのあるシーンが本当に近くて、うんうんうん、島屋さんがのけぞったってやつ、はい、あれ私もちょっと体験させてもらったんですねそのシーンだけやってもらって、はい、本当に近くて、でもなんかその近さのこの驚きと興奮を動画に残そうと思って、うんうんうん、もう一回やってくださいって言って、うんうんうん、スマホで動画を回して、はいはい、やってもらったんですけど、はいはい、動画だとあの圧を感じられなかったの。あ、皆さんにね、動画でお届けしようと思ってもね、うんうん、あの圧は届かないの、うん、確かに。一応のね、うん、まあ、映像は残す、そうですね、はい、映像撮影会もあるんですけれども、はい、どその席の近さ、うんうんうん、ゆえのその圧っていうのはやっぱ ね、 ね、会場じゃないと感じられないんだなっていうのを本当にね、うんうん、実感したので、うん、ぜひ、ね、本当に見てほしいなって思いました、うんうんうん、
そうですね、やっぱどっちのチームもね、やっぱりなんかそのその場にいるからこそのなんかドキドキ感ワクワク感一緒になって動いていく感じみたいなの、うん、あるのかなと思うので、本当映像ね、まあ一応 DVD 作るよみたいな感じはあると思うんですけど、ぜひ、まあね、違った良さがあるかなとは思うんですけど、ね、まあ、会場には、うん、の良さは会場にしかないということでね、うん、はい、この空気感マジで味わってほしいですよね、ねすごいんだから、うん、すごいんだから本当に、うん、ね、息していいのかな今って思ったもん、造形、うんうん、見てる時とか、うんうん、そうですね、特に造形はね、うん、ねすごいですから皆さん本当に。橋本くんはどうですか。そうですね、めっちゃ戻っちゃう話してもいいですか。なんだよ、はい、なんだよ、あのなんかちょっと今ちょっと触れられなさっき触れられなかったんですけど、うんうん、あの象牙登場人物の中にそのやっぱり見知った名前がやっぱりいくつかあるじゃないですか、うんうん、あの清田東也もそうですけど、はい、あのチラッとだけ出てるあの前名前が出たことある渡来よねさんの名前だったりとか、はい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 、あとね平田とか、うん、平田、ね、どっかで聞いたことある名字ですね、どっかで聞いたことある名字ですよね、あのね結構 よく出てくるね名前ですけど平田って、そうですね、うん、メガネかけてね、うん、なんか探偵ムーブをすると噂のなんか平田といえば探偵ムーブみたいなね、うんうんうん、役です。結構今回どんな感じになるのか、うんうんうん、あのかなりなんか今までのなんかと違った味わいになってると思うので、なんかまあ今までのとすごいなんか通ずるところもありつつ、なんかごめんなさいスマホ落としました、はい、なんすかね、なんか出方が結構やっぱり違うから、うんうん、なんか結構まあ改めてやっぱりタガメシファンの人は、うんうん、楽しみにしてほしいところだなと思ってま す, です、ね、そうですね、でもここからそのタガメシのお話に触れるっていうのもめちゃめちゃいいなって思いました、うんうん、そうですね、うん、ここを始まりにして他の作品をというのもね、うん、めちゃくちゃありだなと思うので、うんうん、なんかもう一回改めて草刈り事件とか DVD 持ってる方とか見てみてほしいですよね、うんうんうん、本当にこの後に ね見るとまた違ったものをそう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 いろいろ感じちゃうかもしれない。あれあの名前聞いたことあんなっていうのがね、うん、本当に。あとあれです、タガメウィキ、あそうですね、はい、うん、あるんですけどね、タガメ市の情報がまとまってるウィキのページが、うん、まあ、検索タガメ市とか検索してもらうと出てくるんですけれども、うんうん、多分そのこの今回の造形の塔を見た後に読むとめっちゃ面白いと思う、ね、そうですね、ちょっと見る前だとねある種ネタバレ的なところもね、うん、あったりすると思うんですけど、うんうんうん、見た後にそう見てもらうと、見た後に見てもらうと、感激後にそうあの、ね、ウェブの方見ていただけたら、はい、そうあわーってなるようなね、な発見がいろいろとあると思います、うん、あとその後こうなるんだとかもね、そうですね、そうですね、ね、もうね、その歴史のある方ですから ね、著名だね、そうそうそう、とってもね、うん、記録がね、いっぱい残っておりますから、ね、実在するね、はい、著名な小説家ですから、うん、はい、ぜひ、ね、はい、見終わった後にあの清田先生 の, あの作品にも触れていただいて、そうですね、はい、うん、いっぱいありますからね、はい、知る人ぞ知る作品が ね、うん、ちょっとね、あの見つかりづらいかもしれないですけどね、そうですね、うん、まあ、タガメシの方にね、はい、あのアクセスいただきまして、図書館とか行ったら、はいはい、多分そういうコーナーあるんじゃないですか ね、うん、司書さんが案内してくれますよきっと、うんうん、ね、してくれるんじゃないですかね、はい、うん、まあ、あるんでタガメシってね、ありますからね、はい、そうそうそう、実在する街ですから、はい、そうですね、はいそんなところですかね、そんな感じですか ね、はい、はい、どうします、公演情報言ったりします、そうですね、じゃあ最後に改めて公演情報をお伝えしたいと思います。劇団肋骨未完同好会第16回塔を建てるでございます。9月16日から19日までの4日間全10ステージ、各
演目ごとには5ステージずつの公演となっております。第1の塔あるいは現代のフランケンシュタイン、そして第2の塔増減の塔頑張ったがダメの2本立ての公演、2本立て、あ、2本別々の作品でございます。詳細はウェブサイトの方に載っておりますので、ぜひそちらの方も合わせてご覧いただければと思います。はい、そんな感じで良いですか。あ、会場行ってない。いや、危ない、危ない。はい、ということで、本日お届けしている、新宿眼科からのスペース地下にてお待ちしておりますので、敬老の日とあります3連休ですので、ぜひお時間見つけて来ていただけると嬉しいです。そして火曜日までやっておりますので、はい、3連休が埋まってるぞという方も火曜日ぜひ来ていただければと思います。お願いします、はい、お願いします。いいですかね、大丈夫ですかね、はい、はい、ということで本日は、はい、水口貴之と小島のぞみと、はい、藤本勇気でお送りいたしました。ありがとうございました。新宿眼科画廊でお待ちしております。会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。